あ、先生こんにちは。ペマくん。冷静になってください少し。私いつも冷静だよ。いや今日なんか興奮してますよ。そんなことないよ、いつも通り元気です。 Hi everyone。 元気なのは分かりますけど、なんかこう興奮します。そうかな、はい、よろしくお願いします。 Thank you for coming to our 3 minute English for beginners。 おう、はい、お願いします。今日のフレーズこちらです。はい、 I'm on the roll。 あ、これです。やっぱり絶好調なんですね先生。そうね、絶好調だ。なかなか気分がいい。冷静になってください先生。いやいやいや、いいじゃん。すごい調子がいいとか、はい、乗ってる時にこの言葉使いますね。あ、乗ってますね先生。 I'm on the roll。 OK、 はい、Good、はい、Example 1。 あ、例文ですね、はい、お願いします。 I'm on the roll today。今日はついてるな先生の方ですか。B、 Anything happened? 何かあったんですか先生。 A、 I didn't get caught in the traffic light at all today。 赤信号に全く引っかからなかった。もう気持ちいいよね。あ、これぐらいのレベルで先生やっぱ絶好調なんですね。でも楽しいじゃん、もうスムーズにね行くじゃん、青信号だったら。なるほどね、先生これぐらいですか。はい、はい、次お願いします。 2、 はい、 I woke up right before the alarm clock went off this morning. I'm on the roll。 目覚まし時計が鳴る寸前で目が覚めたよ。今日調子いいな。B、 これで。 Cool、I bet you had a good night's sleep。 よかったですね、熟睡できたんですね、熟睡できたんですね。 You are not on the roll。 今日は絶好調じゃないね、もくんね。いやちょっと先生、今日絶好調吸い取られてます、ね、はい。でも目覚まし時計なる寸前に起きるとやっぱこうスッキリするじゃん。あ、あります、まあ、でも僕大体あれですよ、目覚まし時計なんて書けません。あ、プレされました。砂時計だから聞こえないんじゃないの。OK。 Example 3。 A、 John went to the cafe around the corner and ordered pasta and he got free dessert。 え、なんでですか。訳お願いします。あ、もう一回お願いします。 John went to the cafe around the corner and ordered pasta and he got free dessert。ジョンさんが近くのカフェでパスタを頼んだらデザートをサービスされたらしい。なんで。そう、なんかね、やっぱかっこいいからじゃない。いや、ウェイトレスさんがこっそり。あ、思い出した、これ僕一緒にいた時だ。あ、僕にはもらえなかったの。いや違いますよ、僕がいたからですよ。ああ、思い出した。 B、 忘れてた。 B、 はい、 I think he got free beer at the bar last night. He's on a roll。 昨日はバーでビールをサービスされたらしいよ、うん、調子いいな。これ誰ですか。やっぱジョンだよ。それ僕いなかったですよ。ん、僕いなかったですよ。だからジョンのおかげっていうか、ジョン。あ、終わった。あ、今日太いとこかもしれないね。あー、okay、 あー、See you later。 今日は先生に絶好調を奪われた。あー。